第1回北陸農政局食育活動表彰状授与式を開催いたします。本日表彰を受けられます皆様が、それぞれのお立場で地域にも根ざした食育の推進に取り組まれ優れた成果を与えました。そのご努力に深く敬意を表す次第であります。西関区農村地域生活アドバイザー連絡会、岩室地区様、上越市立大武家小学校様。コミュニティカフェ、カフェごっこ様。北陸学院大学、短期大学部、ミッション食育グループ様。中島、早苗様。あわら市食生活改善推進連絡協議会様。それでは特ダネ講座食育月間編としまして、食育活動を通じてさらに伝えたいことをテーマとした第2部の方を始めさせていただきます。先週の土曜日に愛知県で開催されました食育の全国大会の中で、第6回食育活動表彰教育関係者の部で農林水産大臣賞を受賞されました NPO エコラボ理事長の中村さんよりご講演をお願いしたいと思います。それでは中村さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、 NPO エコラボの中村さなえです。地域資源とマネジメント視点を活用した体験型環境食育の推進、食の環境化を提言し価値を高める食育について概要をお話ししたいと思います。取り組みの背景です。気候変動問題は大きな課題となっております。 IPCC 第6次評価報告書によりますと、今世紀末年に気温変化の予測は最大 5.7 度上昇すると予測されており、またそのリスクも海面上昇、高潮、洪水、豪雨など様々なリスクが予想されております。資源循環の面におきましても大きな課題があります。皆様関心の高いのが食品ロスでしょう。我が国では年間570万トンの食品ロスが発生すると言われ、国民1人当たり1日約 124g、 茶碗1杯分のご飯に近い量が廃棄となっていると予測されております。私たちはこの環境問題を背景に目標を設定いたしました。持続可能な社会の構築に貢献する食育を推進したいというものです。まず1つ目、環境廃炉型の農業の体験です。稲作を中心に月1回土曜日の午前中に体験型の、イベントを行いました。5月に裸足で田植え、6月に草取り、7月にかかし、9月に稲刈りという稲を育てるスケジュールの間に野菜も一緒に体験する、そして収穫まで一緒に楽しむというスケジュールです。食に関わるエネルギー削減、地産地消の、調理実習で今人気なのがこの里山のおもてなしシリーズです。初夏の頃には笹寿司作りをやります。これは笹でお寿司をくるんでおくというお祭り、晴れの日のごちそうです。使っているのは地域で採れた笹、お米、そしてお魚です。これをやることによって自然と共生する私たちの暮らしをもう一度見直す。環境負荷の少ない地産地消はとても豊かで美味しいということを学びます。食に関わるエネルギー削減、ソーラークッキング、調理のエネルギーを化石燃料ではなく再生可能エネルギーを活用するというプログラムです。晴れた日はソーラークッキング、手前にありますのは子どもたちが夏休みの工作で作れるようなソーラークッカーです。あの形から私たちは気球と呼んでいます。1時間くらいで作れるものでして、これで簡単なランチを作ってみんなで食べます。干し芋、ラスク、ホットドッグ、美味しさをみんなで分かち合う楽しいワークショップです。特にここ最近ですが、この3つの視点について思いを深めていきたいと思っております。1つ目です。カーボンニュートラルです。
これ本当に地球温暖化のことを考えると、今すぐにでも二酸化炭素発生抑制に、取り掛かなければなりません。とはいえども非常にハードルが高いと皆さん思いでしょうが、食を地産地消型にしていくということでかなりの環境負荷が低減できますので、このコンセプトをたくさんの方にお伝えしたいと思っております。それから2020年から、深刻になってきたコロナによるいろいろな問題でございます。コロナになってから私たちは対面による交流の大切さを本当に身に染みて感じました。調理実習はほとんどできませんでした。またその一方でみんなで食卓を囲むこの共生社会の構築に食というものが非常に重要な位置にあるということも強く感じました。ささやかな活動の中ではありますが、未来の食どうあるべきかということを皆様方とゆっくり語り合う場も設けていきたいと思っております。中村さん、どうもありがとうございました。それでは続きましてですね、著書を受賞されました皆様の取り組みにつきまして、概要をお願いしたいと思います。この2、3年コロナで特に食育の場合はどうしてもその体験をメインに今までやってきた関係がございます。どこが苦労したか、逆にどういう工夫をしてできるようになったかということも含めまして、少し苦労話とかもですねお聞かせいただければなと思いますけども、出来上がったもので製品を作るということはなかなか商品にすることはできなかったんですが、作業面はずっとやってきました。今年も田植えをやり、大豆を植え、この前はさつまいもとかそういうのも植えましたので、あとこれからがその体験の できる商品の体験ができるような調理ができればいいかなと思ってますが、今年は期待していきたいと思ってます。やはり体験とか教室ができなかったので LINE を個人のではなく食べごっことしての LINE を開設して300-500人ぐらいとつながって相談に乗ったりとかはしました。個人個人でやり取りができるので、それがちょっとやったはいいけど大変な時もあったんですけど、いろんな方からこんな料理どうすればいいですかっていう感じとか、こんなことをどうしたらいいですかっていう個人的に対応したりはしました。去年11月ぐらいいっぺん緩くなったんです。そこぞというばかりにですね、屋内ではできないので屋外でソーラークッキングやったりとか、意外とその換気の状況がいい施設っていうのをいろいろ問い合わせると出てきたので、そこで最新の注意を払ってやるっていうので、なんとかかんとかつないでるところです。で、私長島さんのおっしゃるみたいに、オンラインハイブリッドでちょっとやりたいなと思ってて別のカテゴリーでやったんですけれども、実は見事に失敗しましてですね、今度9月にイベントを考えてるので、なんとかうまくやりたいなと思ってますので、いろいろ教えていただきたいと思います。私の場合は結構行政がバックアップしてくださったんですね。で、県の教育研究所から依頼されたから、もう全てこういうのがセットされて、はい先生どうぞみたいな形で、そこで私がもういろんなことをさせていただいたっていうような形なんで、そんなにオンラインになって何かをすごく立ち上げなきゃいけないっていうのがなかった。で、去年になりますと、少し和らいだ時に
人数を制限してやるという形をしました。ただその楽しくそのできるとかっていうより、例えば食べるときは必ずスクール形式で前を向いて食べましょうとか、それからする前には必ず全部消毒をしてからするとか、そういったことがあったので、そういう面はちょっと大変だったんですけども、ただきちんと必ず消毒をするとか、そういった習慣ができたのは、それはそれでまた学生にとっても、それから子どもが参加してくださった子どもたちにとっても、まあ、ある意味勉強になったのかなと思うので、まあ、こういった逆境もそれはそれで勉強になるのかなと思う。警報が注意報に変わる頃を見計らって、調理実習も人数を半分に減らし、会場もいろいろと工夫したりして、少しずつできることをやっています。から先ほどもちょっと話をしましたが、実際に学校へ出向いてというようなことができませんで、動画を作成してそれを見てもらうというような、そういうこともしてできる活動を一生懸命やっておりました。北陸農政局としてもですね、皆様と一緒に今後とも食育の推進に努めていきたいというふうに考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたしたいと思います。それでは以上をもちまして本会議の方を終了させていただきます。皆様長時間どうもありがとうございました。